これがうまいんですよ。どうも、料理研究会のワンダーシェフ、ユシです。察しの言い方は分かったと思うんですけど、コラボ動画でございます。なんとですね、今回は前回ね、麻婆カレーを作ったんですけど、今回はテイルズ・オブ・シリーズをですね、コラボでございます。9月発売のテイルズ・オブ・アライスですね。今回はですね、麻婆カレーに次ぐテイルズシリーズの中でもね、結構フォーカスされてるですね、オリエンタルライス。これね、僕ね、実はテイルズで知りました。オリエンタルライスっていう料理の存在はね、テイルズシリーズの方針の作り方はもちろんあるんですけども、テイルズを一番リスペクトしてる料理研究家第1位の僕がですね、本気で作るオリエンタルライスでございます。何かっていうとね、まあオリエンタルなライスなんですね。そのまんまですねまあまあ作っていけば分かると思います。アジアンな感じがする、とっても美味しい、しかもめちゃ簡単で、お野菜たっぷり取れるスタミナレシピですね。この時期にすごくいいと思います。すごく簡単にできますので、これを今回は作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずはですね、この豚バラ肉、これ 100g ですね。はい、で、玉ねぎね、結構多いです。1/2、だいたい 100g ぐらいですね。ニラはね、1パックの1/4束ってなります。だから、25g ぐらいのニラです。ニラが入ると、ね、すごくね、オリエンタル感が増します。で、ニンニクと同量の生姜ですね。これで香りをつけていきます。そして最後に卵ですね。これね、卵黄を使います。卵白はまた別の方法です。やります。調味料は概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてみてください。ということでですね、今回あるね、テイルズシリーズ今25周年なんですよ。なんと僕が10歳の頃からある RPG ですね。これコラボということで、やっぱりコラボするときはそのコラボの原作にね、リスペクトを持たないといけないと思いましてですね、今回はですね、ゲーム中に出てくるアイテムをね、この場で再現したいなと思います。アイテムですね、あのパナシアボトルってね、状態異常ね、何でも回復してくれるんですね。この部屋すごく暑くて、ほとんど状態異常なんですね。状態異常かかってるんですよ。パナシアボトルで直していきたいと思います。僕流のパナシアボトルですよ。ほぼない、ね、これがパナシアボトルの元です。これ飲むと何でも治るんです。個人差はあると思うんですけどね。はい、ということでですね、パナシアボトルで状態異常を回復していきます。回復した。もう何でもできます。最高に美味しいオリエンタルです。こいつを作っていきたいと思います。ということでね、やっていきたいと思います。今日はシャルティエで、ね、切っていきます。はい、リオンの使ってるね。リオンの使ってるね。そう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 。で、ちょっとこれですね、小賀ハザンしていきます。はい、デスペリアやった時にほぼほぼ小技が変わってなくて、もうすごい嬉しかったね。はい、こんな感じですね。まあ玉ねぎはね、感覚残す感じで6ミリ、7ミリぐらいの厚さにスライスしていきます。はい、ちょっとね、今回玉ねぎ多めです。はい、玉ねぎたっぷり食べたいんでね。そしたらですね、これですね、ニラで、ニラなんですけども、ニラってほら、この付け根の部分あるじゃないですか。ここって結構太いんですよね。なんで、まずね、ここ切っちゃいます。はい、一回こう結構歯に当たる感覚になるんで、これ、ね、縦に切っていく。はい、そうするとね、こうご飯食べた時一体感が生まれますんで、ここはね、ちょっとこうスライスしていくと口当たりが良くなります。で、こっちはもう普通に切っていきますね。はい、はい、こんな感じです。はい、3、4センチぐらいですかね。はい、そしたら、今度はニンニクと生姜ですね。はい、潰していただいて、こう切っていきます。このビーストミートを切っていきます。まあまあ細かいのはいいか。はい、切る工程はこんな感じなんで、今度は火を使っていきます。フライパンにですね、サラダ油、小さじ1杯ぐらいです。今回ね、豚バラを使うので油が結構出てきますんで、油は最小限で、はい、とりあえず、ね、火つけますね。中火ぐらいでいいです。で、あとこのさっき切った豚バラ肉に軽く塩コショウ振っておきましょう。下味ですね。ゲームの再現メシいいね、本当に。
もうね、なんかね、ゲームのね、料理を作るのって何がいいかっていうとね、やっぱね、その登場してるキャラクターと同じものを一緒に食べられるっていうのがすごくいいんですよ。僕はね、もう昔から言ってます。ゲームのファンはキャラクターに愛を持ってますから、そのキャラクターと一緒のものが食べれるっていうのはもうね、オタク料理に尽きるんですね。はい、言っちゃった。なんで、僕はそう、もうね、本当に一緒のもの、この場面で食べてた あの料理だっていうのをね、思い出しながら食べる、もうそれがね、何よりうまいと思います。で、このオリエンタルライスがね、ゲーム中に登場しますんで、はい、一緒のもの食べてるなっていう風にね、ちょっと思いを馳せながら、作品に思いを馳せながら、食べていただければ、ね、いいと思います。軽く広げながらやると、よくね、火が通る。で、まず最初に豚のバラを炒めて、この油を出していきますね。で、油を、豚バラってすごく油を持ってるお肉なんですけども、じゃあなんで油を入れたのかっていうと、この油を入れることによって、この豚バラの油がですね、油と反応してものすごくね、油が出やすくなるんですね。なので、こうカリッとジューシーに仕上がる、そんな効果があります。そしたらですね、玉ねぎ結構大量なんですけども入れちゃいます。玉ねぎをこれだけ入れることによって、かなり甘みとコクがつきます。で、玉ねぎもちゃんと炒めるのがおすすめですね。はい、豚バラと絡めて、こう玉ねぎしなっとするぐらいちょっと炒めていきますね。玉ねぎっていうのは炒めれば炒めるほど甘みとコクが増していきますんで、これね、ちゃんと炒めてください。はい、じっくりやりましょう。そして、まあこれぐらいですね、これぐらい、ちょっと表面がちょっと色づいてきて、全体的にしなっとなったなっていう風に、なったらですね、ここからタレを作っていきます。ここにまずね、お醤油入れます。お酒2杯です。お酒です。大さじ1杯ですね。はい、お酒入れることによってお肉の臭みとかを飛ばしていきます。あとみりん、これね、甘みと、コクを出していきます。で、とあればこのオイスターソース、これでね、ぐんとオリエンタル感が増しますんで、オイスターソースは、ね、入れていただいた方がいいと思います。はい、そして豆板醤です。ちょっとね、半分あんまり入れすぎると辛くなってしまうので、でもしない方とか辛いの苦手だなっていう方はお味噌とかでも大丈夫です。で、炒めていきます。そしてですね、ちょっと和えたら、ここでニンニクと生姜、これをおろして入れていきます。こんな感じですね。はい、はい、こんな感じですね。はい、ニンニクと同量入れます。で、これをちょっと、この香りですよ、この香り。で、ここでタレがね、かなりきつやつするんで、ちょっとね、旨味調味料振ってちょっとね、こう、まろやかさを出していきます。こう、お醤油とかね、この豆板醤の角を取る感じですかね。これがうまいんですよ。そして、この状態で全体煮詰まりましたね。で、ここで初めてこのニラを入れるんですね。はい、ニラです。ニラはすごく火が通りやすいんで、これはですね、最後に入れてください。で、もう入れたらもう火止めちゃっていいです。はい、で、あえていく感じ。ニラはすごく火が入りやすい、だから余熱で十分なんですね。これで十分火が入っていきます。ニラのね、ちょっと生感、シャキシャキ感が苦手って方はもうちょっと火通してもいいんですけども、僕はね、余熱でこうちょっとクタッとシャキッと感が残りつつもクタッとしてる感じが好きですね。はい、そうしましたら、ご飯を用意していきます。はい、それでは盛り付けいきたいと思います。はい、で、こいつをご飯にね、ご飯 200g ぐらいね、これ盛っていきます。
これ、ね、匂い嗅いでみてください。すっごいいい香りするんで、ニンニクと生姜がねすごく効いてます。あえて今回はあのすりおろしでやってるんですね。はい、すりおろしの方がね結構ね香りが立つんです。すごくここに、卵黄を割っていきます。で、卵白はね、ちょっとカップに移します、はい、卵白もったいないんでね。これ卵白あるじゃないですか、これちょっともったいないんで、これスープにします。鶏ガラスープね、まあ、小さじ1杯ぐらい、まあ 150cc ぐらいかな。ちょっと混ぜてこのままレンジ2分ぐらい。これですね、デリーズシリーズコラボレーションオリエンタルです。完成です。はい、それではできました。食べていきたいと思います。いただきます。あ、ちょっとあのパナシアボトルが切れたライムボトルを用意します。オリエンタルアイスを食べていきたいと思います。いただきます。卵黄はもう普通。いただきますよ。いただきます。うまっ。めちゃめちゃうまい。かなりね、味的にはねちょっとスタミナ丼っぽいですね。このね、ニンニクと生姜すごく効いてます。うまっ。もう罪なのがこれさ、半物なのにライフボトルが進みすぎる。めっちゃ光る。基本的にはお醤油ベースの甘辛なタレなんですけども、玉ねぎがねものすごくふんだんに使われてるので甘みがありますね。でそこにですね、おろした生姜の香りとおろしたニンニクの香りがギュッと詰まってて、そこに少しの豆板醤の辛みがピリッと入ってて、この時期に最高。まだまだ暑さ続きますからね、これ食べたらもうほぼほぼ全開です。うまい。みんなこんなうまいもんを食ってたのかと、そんな気持ちになりますね、これね。これはうまい。本当にちょっと味変したいですね。あえて今回はごま油とかないんですけども、ちょっとねこうラー油を垂らしていただく。うん、うまっ。店だそう、これうますぎる。ラー油のね、あのピリッとした感じもいいんですけども、ラー油ってほらごま油のようなすごく香りが立ちますんで、この醤油ベースの甘辛いこのオリエンタルライス合いますね、これね。これはゲームしながらテイルズ・オブ・アライスをプレイしながら食べてもらえたな、これ。テイルズ・オブ・アライスでもね、あのこのオリエンタルライスゲーム中でも作れる。当期購入特典で、なんと最初からオリエンタルライスがゲーム中で作れる。なんで作ってほしいな。ゲーム中でも作って現実でも食べてほしい。そしたらみんなと一緒に食べれるじゃん。そんなオタク料理に作れることないですよね。僕はね、アライス早期購入してオリエンタルライス作ります。一緒に食べます。え、どうぞ。これも食べます。うまい。さっき混ぜたんですよ。ちゃんと具になってます。これもうまいですよ。これで食品も全部無駄にならないと。今回ですね、テイルズ・オブ・アライスとのコラボということで、僕がゲーム中に実際作れる、オリエンタルライス作らさせていただきました。まあコラボなんですけども、それを抜きにしてもものすごく美味しいです。なのでですね、ぜひ皆さんテイルズ・オブ・アライスをプレイしていただきながら、この最高に美味しい香辛料の香り、ニンニクと生姜の香るこのオリエンタルライス、ぜひ食べながらプレイしてほしい。試してみてください。今回のオリエンタルライスなんですけども、なんとですね、今回テイルズとのコラボということですね。テイルズの開発チーム、はい、そしてですね、プロデューサーの富澤さんにもですね今回来ていただいておりっていうか目の前にいるんですけども、なんと実際に食べていただけるということですね。私ちょっと緊張するんですけども、その様子はですね、テイルズ公式チャンネルにて、流す予定になっておりますので、そこではですね、もしかすると僕もちょっとプレイさせていただけるかもしれない、はい、そこら辺ですね、ぜひファンの方、これからあちょっとテイルズ・オブ・アライズちょっと興味があるかなっていう方も見ていただけるとすごく楽しめる内容になっておりますので、ぜひそちらのチャンネルの方も見ていただければなっていうふうに思います。あのデスティニーね、あのビースト・ミート・フォアレっていうね、
出てきてね、あのマリーさんのね得意料理なんだけどね、あれがね食べたくしょうがなくてね、俺ね、でもねどうしてもビーストミートが手に入んなかったんだね。あれはイノシシでもねえしなーみたいなね、あれなんなんだ、クマかなとかね昔は考えてました。はい、うまそうなんだもん、あの描写がね。だからね、料理とテイルとね、あのやっぱ切っては切れない関係がありますんでね。はい、